はい、こんにちは。今回は久しぶりに最近購入したニットにまつわるエトセトラをご紹介する動画になっています。皆さん、テムというショッピングアプリをご存知でしょうか？アメリカで立ち上げられたお買い物サイトで、アメリカの公式ダウンロード数が1900万以上、アメリカ第1位のショッピングアプリです。日本には2023年の6月にサービスが始まり、これまでにたくさんの方が利用されているそうです。今回はそんなテムさんとのタイアップ動画ということで、1万8000円くらいのお買い物を初めて体験させていただきました。そちらの開封動画と、そして今回は嬉しいお知らせもありますので、ぜひご覧ください。それでは開封していきたいと思います。まず全部出して、それから細かい内容をチェックしていきたいと思います。今回はオーダーしてからだいたい2週間弱で荷物が届きました。海外のお買い物サイトではお支払い方法に不安のある方もいらっしゃると思いますが、テムではたくさんのお支払い方法を選択することができます。そして今回嬉しい特典をいただきました。概要欄のリンクをクリック、またはテムアプリの検索バーで専用のコードナンバー DPT6744 を検索すると、1万5000円分のクーポンをゲットすることができます。さらに当チャンネル夏さんのニットメモ限定の 90% オフの商品もこの後ご紹介していきますので、続きご覧ください。はい、こんな感じでざっと並べてしまいましたが、たくさんのアイテムが届いたので一個一個紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらの毛糸2、4、6、6個で1つになってますね。こちらはグッドカシミアというふうに書いてあります。でもすごく柔らかい。こちらで1648円、私が購入した際には1648円で、1玉だいたい275円ぐらいの計算になるんですけれども、こんなちょっとした小物アイテムも入っていて、6玉で2000円しない。すごい安いですね。これで、まあ、ちょっと帽子かな、ニット帽かなんかを編んでいきたいなと思っています。はい、続きましてこちらはですね、アルパカブレンドという糸になりますね。こちらは火星かな、火星なのか薪なのか、巻きですね、長い玉になっているんですね。こちらはアルパカブレンドで、この 100g ずつ 1、2、3、4、5玉、5玉パックで1489円、1玉だいたい300円しないぐらい、298円ぐらいかな、安いですよね。これの5玉パックになります。こちらは少し中太な感じですね。手洗い OK、 ウォッシャブルなんですね。これもすごく楽しみ、グリーンとブルーのミックスコンボシーになってます。はい、それではここで当チャンネル夏さんのニットメモ限定の 90% オフ対象品をご紹介します。なんと今回私のおすすめ2品が特別割引の 90% オフでご注文いただけます。どちらもテムアプリの検索バーで DPT6744 のコードを検索していただくと 90% オフとなりますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。そしてこのおすすめ商品の1つ目がこちらのアルパカブレンドの波太ヤーンになります。あいにく私が注文して届いた5個セットがですね、在庫切れの売り切れということなので、
今回は4個セット合計 400g でのご案内となります。編み物シーズンもようやく始まって毛糸の動きも早くなってきたので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。この後またおすすめ商品のご案内をしていきますので、最後までご覧ください。はい、素材が続きます。こちらは綺麗なピンクカラーですけれども、こちらはシルクと約の 50%50% のコンボーシーになりますね。シルクと約のコンボーシー、これはカセで届いています。 50g で1458円かなでした。カラーナンバー5番で、色がね結構人気であるみたいで少なくて、でも私が欲しかったピンクがあったので即ポチってしまいました。これも楽しみ、すごい楽しみ、ポイントで使いたいと思います。それと似た感じですけど、こちらはですね、アルパカツイード 50g、 こちらもカセで、かわいい、メリノウールが 72%、 ナイロンが 18%、 アルパカが 10% ですね。カラーナンバー6番、 50g のカセ1本ですね。これでまた、これもポイントかな、靴下かな、なんかこのかかととボディで靴下なんか編んだらすごい可愛いと思います。これもいずれ編み方動画で使っていければなと思っています。はい、続きましてオーガニックコットンの 50g、 303円でした。オーガニックコットン何でも使えますからね、かわいい。ちょっとこう多本取りみたいになってる感じで甘く寄ってある感じ、なんかそうイメージとしては刺繍糸みたいな束ね方でちょっと甘寄りなオーガニックコットンになります。ちょっとミントですね、ミントグリーンで 50g、 125m、 これもウォッシャブルですね。これが一玉。そしてもう一つ、アイスリネン紙、ポリエステル 100% なんですけども、アイスリネンっていう名前がついてて、ちょっと光沢感のあるリリアンですね。ほらこの筒になってくるくるくるっていうリリアン紙、中身が空洞になっている筒状の糸です。これでバッグとか、ね、あとはあのキッチンマット、ランチョンマットみたいなもの、コーヒーマットみたいなもの編んでもいいかなと思いました。このグレーってなかなかいい色味がないので頼んでみました。はい、続きましてこちらはですね、かぎ針ケースになります。こちらは821円でした。ちょっとバラバラと買い続けていたかぎ針が一箇所にまとまればいいかなと思ってこちらゲットしました。中にマーカーとかハサミとか入れるジップロックについていて、こちら別でかぎ針の9本セット、ちょっと可愛いんですけど、こうキラキラしたかぎ針もオーダーしたので、こちらをしまっていきたいなと思ってます。可愛い、可愛いですね。こちらはね、このかぎ針は9本も入っていて330円でした。すごい。はい、そしてさらにこちらゲージを測る時のツールですね。あのかぎ針、あ、これ棒針か、棒針のサイズを測ったり、ゲージをこちらインチ、こっちはセンチ、あ、いいですね。ゲージはこれ10センチですから、これを倍すればいいんですね。このさらっとした絵も可愛いですね。羊がハードル飛んでます、可愛い。はい、
これ欲しかったのでちょうどよかったです。ここ入れてね、こんな風にゲージのツールになります。はい、そしてこちらはニットを編んでる途中で段数分かんなくなったり目数が分かんなくなったりするときにニットピンにくっついてるナンバーですね、ペロッとつけるタイプの水色で統一しました。色もね、いろいろありました。アソートって言うとこうカラフルなものもあったし、白地のタイプもあったと思います。もうこのアイテムに関してはすごいたくさん品数があったので、これだっていうのを選んでいただいたらいいかなと思っています。私は水色ベースで選んでみました。はい、こんな感じ。続いてニットアイテム、これはですね、棒針のキャップですね。こう先にぐさっと刺すみたいなんですけど、ちょっと細いから実際に使えるのかちょっとわかんないですけど、また後々使った時にはお見せしたいなと思います。ここに穴が開いていて、ちょっとシリコンになっているので広がると思います。針のプロテクターですね、キャップです。こちらは6個で190円、素晴らしい、かわいい。そして続いてこちらケースに入っているのは、こちらのマーカー、くるくるマーカー12個で137円。こういうちょっとしたアイテム揃えていくのすごい楽しいですよね。はい、そしてこちら、こちらは編み糸のガイドリングみたいで、編んでいくときにここに指に通して糸をこう引っ掛けて編みながら、こう糸をこういうふうにかけるときにここを通してガイドにする、指を痛めないように。ちょっとこの辺とか乾燥でカサカサしたりしますよね。その時のガードでここに毛糸をかけて編んでいくみたいです。これもちょっと使っていきたいな、乾燥肌なので。ちょっとこれを今シーズン冬に使っていきたいアイテムです。あとこちら拡大鏡です。ほらほら、すごいでしょ。ほら、なんか動画の時に手元とか 目の流れとかご紹介するときにこれサッとこんな感じですなんてやったらすごく手元見やすくなるのかなと思って今回チョイスしてみたんですけど、今後の動画で活躍していくといいなと思ってます。自分のね、目もねちょっと近くが見えにくくなってきたので、これを使って本読んだりとか編み図書いたりとか、そういうふうに何にでも、もうノートサイズなので手帳に挟んだりして使っていきたいなと思ってます。すごい、これはちょっと予想以上の効果すごいですね。はい、これ今後の動画に役立つと思います。これを使っていきたいと思います。これは拡大鏡で、私が購入した時は115円かな、18cm×12cm、18cm×12cm、 いいサイズだと思います。手帳サイズ、あ、ここに入れてもいいかもね。こんな風にしてここか使っていきたいと思います。はい、続きましてハンドルをご紹介したいと思います。こちらは木製のねハンドルになります。あ、これすごい可愛い、なかなか、ね、いいハンドルっていうか種類、いろんな種類のハンドル買いに行くの大変なのでサクッと選べるといいですよね。こちらもこうお財布のフレームみたいな、こういうこうガマ口みたいな感じですけど、ここに挟み込むみたいですね。ちょっとニットでどこまでできるのかわかんないですけど、これはネジで留めていくんですね。こう挟み込んでネジで固定していくタイプみたいです。
ここの間に挟み込んでネジで留めていく。ちょっとニットには難しいのかな。まあちょっとやってみます。そしてここから肩下げの紐も吊るせて、こことここにはマグネット、こちらの木製のハンドルが779円、素晴らしい。そしてこちらのお財布みたいなフレームの方が1170円です。ちょっと高級でも日本には売ってないのかな。ちょっと初めて見ましたこういうタイプ。はい、以上です。はい、そして今回私が楽しみにしていたアイテム、これはよいしょ、アイロンです。ほら、ちょっとミニサイズ、どっちが下だ、こっちかな、こういう感じで置き場もあって、スチームなんですよね。このほら水を入れる計量カップもついていて、お水はどっから入れるんだ、お水はこれをくるっと回して、ここからお水を入れるみたいです。ここからお水を入れて、そして電源を差し込んで、これを押すとスチームがシュワシュワ出るのかな。ちょっと使い方も英文なので、携帯のスマホの機能で翻訳して読んで使っていきたいと思います。これからの動画でこれ出てくると思います。こちらおすすめです。かわいい。しまうときはくるっと回してコンパクトになるので、こういう感じで旅行とかにも持っていけると思います。はい、ということで今回は初めての海外のショッピングサイトテムを利用してニットにまつわるエトセトラを購入してみました。サイトの中は本当にアイテム数がとても多くて選ぶのに時間がかかります。あれもこれも欲しくなっちゃうんですよね。同じアイテムでも価格に差があったりするので、サイト内容をくまなくチェックしてお買い物を楽しんでみて探し出してみてください。今回の系統を使って今後の編み方動画も撮っていけたらなと思っています。またその他のニットツールなども今後の使用感をシェアしていけたらいいなと思っています。はい、最後に嬉しいお知らせを再度告知させてください。1万5000円のオフクーポンはコードナンバー DPT6744、 概要欄のリンクをクリック、またはアプリの中の検索バーでコードナンバーを入力して検索をしてみてください。1万5000円のクーポンは初めてクーポンを利用される方、取得される方が対象になります。クーポンを取得してから有効期限は24時間ということなので、時間を気にしながらお買い物を楽しんでみてください。1万5000円のクーポンと特別割引対象品 90% オフのクーポンは同時に使用することができるそうですので、お得にお買い物を楽しんでみてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。